はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。セブンスリバースの、ゴールデンウィークイベント、恋のぼりダンジョン、こちらをやっていきたいと思います。はい、遊び方ですが、屋根より強い恋のぼり、パワーストーンなど豪華報酬ゲットを目指せということで、なるほど、いろんな報酬がもらえるということですね。この、鯉のぼり討伐の証というのが、良いみたいですね。イベント限定称号、鯉のぼりが獲得できます。ということで、やっていきたいと思います。さて、クリアの目標ですが、特に、これっていう条件はないみたいですね。この右にある中でも、このカンナさんっていうのがなんか強そうな感じもしますし、焼酎の人さんですね。人がなんか良さそうな感じはありますね。じゃあ、プレイしていきましょう。まずは、もうなんか空飛んでますね。気持ち悪いキャラではあります。ちょっとでかいぞ、この鯉のぼり。巨大し鯉のぼり、あ、一発で倒しました。お見事。どんどん行ってみましょう。お、2匹になりましたよ、今度は。倒せない。倒した。世界中より高い鯉のぼり、大きい浮き輪はおじいちゃん。らしいです。1回目は消費スタミナゼロなので、次々行きたいと思います。さあ、いきなりから2匹。
と、あ、2発目倒した。今度は3匹に増えてきました。だんだんと相手の泳ぐ数が増えてきてるみたいですね。さあ、我々を攻撃操作参加しましょう。あんまりダメージ与えられてない。おっと、倒しましたが、なかなかこれ強敵でしたね。あ、でも誰も戦闘不能になってない状態クリアだから、これでいいのか。最後ですが、コンティニューなしでクリアなので、これは倒さねばなりませんとなるとちょっときついですね。なのでこの消費スタミナ20のミッションルート4までがちょっと限度っぽい感じはしますよね。鯉のぼり討伐アカシア2500必要です。他にもいろいろ進化合成必要なものが手に入るみたいですね。
なんか音楽は変わってますね。というわけで、ですね、新イベント、鯉のぼりダンジョンをやってみました。はい、ゴールデンウィークを、は、これで、まあ、お楽しみくださいといったところでしょうか。はい、以上、本日、この動画はここまでとなります。チャンネル登録、増やしたいと考えております。タイトルの右側にありますチャンネル登録ボタンを押していただくと登録できますので、ご協力よろしくお願いいたします。説明欄にブログ、ツイッターのアドレス記載しておりますので、そちらもよろしければアクセスしてみてください。最後に20秒に流します関連動画、動画プレイリストの方も、お時間ありましたらご覧いただければ嬉しいです。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。